メロンパーカー侍翔さんの正直エピソード集。明日はいよいよファーストライブか。気合い入れていくぞ。車の鍵はどこ置いたんやっけ。あれ、あっかんなくした。でも大丈夫、アプリを使えば場所わかるもんね。この辺か。自販機の下にあるっぽいけど、こんなとこ来たか。よいしょ、よいしょ。ないやんけ。どこやこれ。あ、あの時乗ったタクシーに忘れてきたかも。翔くんが使ってる歯ブラシでアンパンマンのやつ。あれ、おかしいな。俺の T シャツどこ行ってん。あれって俺の T シャツや。なんでヤンキーに煮込まれてんの。じゃあまた。バイバイ。ナロッチともっと話したかったな。話せるときにすぐ話したいっていうか。そうだ、ナロッチの家の近くまで引っ越しました。うわー、お菓子いっぱい。どれにしよう。あ、このグミ面白い。これにしよう。お腹減ったな。何かを。って、ん？何このグミ？めっちゃ珍しいやん。これ買おう。本日の動画はいかがでしたか？もしよろしければチャンネル登録お願いします。それではまた次の動画で。